れには問題まだ。人形遊びが大好きで、女の子の服ばかりを着る。母の部屋から道具を盗み、遊びで勝負したりもする。周りの彼氏もがそんな彼を遠ざけた。だから彼はいつだって一人ぼっち。彼は部屋の隅で怯えてた。室内に転がった人形、手足はガラガラで温かい。彼の目には見えていた鏡の中の別世界。自分にそっくりな女が手を差し伸べた。黒い海を進む。
む新たな楽園を目指して二人の旅。